ああ、じゃあ、うん、この上やったら僕や。
もうあと1分ほどしましたら、今度谷上左手の方から電車が走ってまいります。そしてまた右の方、新神戸の方向かっていきます。でポイントを渡る音が聞こえ、ガタンの音が聞こえてきましたら、電車がまた接近してきますので、電車通過する際、ここは結構強いですね。十分ご注意ください。これはまだ隣走ってます新鉄の電車の音ですので、もうじきしたら東武新の電車の音が聞こえてきますので。だんだんとまだ音が大きくなってくると思います。
電車は今度こちら手前側の線路を走ってきますので、結構風圧とか結構危険ですので、あまり車を乗り出すしないようにご注意ください。だんだん耳を澄ませてもらったら、音がこう音が聞こえてくるので、それが大きくなってきましたら、まもなく電車が通過します。ここに電車が通過する。次は本当に右から左に電車通過しますが、目の前を通りますので、ね、手とかを出さないように、ご注意ください。結構ここは、ね、風も来ますので、十分注意してください。ちょっと待って。